アビー・カダビーはセサミストリートのキャラクター。4歳の女の子で10月21日生まれ、みんなからはアビーと呼ばれている妖精のマペットである。2006年8月14日にスクリーンデビューし、第37シリーズでセサミストリートに引っ越してきて、複数の住民と会った。そのデビュー当日、アビーの杖が壊れたことがあり、修理屋さんに行ってマリアに直してもらったエピソードがある。 第40シリーズでは、アビー・エス・フライング・フェアリー・スクールという CG アニメのコーナーがあった、主演はアビー・カダビーだった。シーズン49では、アビー・エス・アメージング・アドベンチャーズというデジタルアニメのコーナーがアメリカで放送されており、ギリの弟のルーディーが主演に加わった。アビー・カダビーの名前は、魔法の言葉、アブラカタブラが由来である。彼女には、母のマギーがいるが、 実の父は離婚している。ルーディの父であるフレディはアビーの義理の父であり、ルーディはアビーの義理の弟である。オリジナルではレスリー・カラー・ラルドルフが演じている。なお、映像ソフト用でもアビーが登場する作品が存在するが、日本にはないどころか吹き替え版も存在しない。ありがとうございます。